いどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日も、クラン対戦リーグからね、一本動画を見ていきたいんですが、今回はね、テンプレ攻略です。非常によく見かけるテンプレ。これをね、ちょっと、まだ本数が少ないんですが、攻略する、糸口みたいなところをね、お話ししていければなというふうに思います。まあ、ちょっと小話なんですけども、私、明日のね、朝便でドイツに行かなきゃいけなくて、仕事でね、なので、なんだ、本当は7000ちゃんと全部見終わったぐらいのところで、ピックアップして動画をお送りしたかったんですが、少しね、早く巻きでね、収録していきたいというふうに思って今撮ってますが、別に全然なんていうのかな、少ない中から選ぶというわけではなくって、中の質が結構ね、高い攻めがこの前半に集中してるんで、これね、ぜひぜひ皆さんに見てもらいたいというふうに思うので、ご参考にね、してもらえればと思います。で、本日見ていくのはこの配置。まあ、よく見かけますよね、これ。テンプレですよね、完全な。まずこれを、タウンホール11の攻略見ていきます。K2 さんがね、攻めてくれたアタックになるんですけども、しっかりね、ここ、あとここ、ここをね、カットしていきながら、クイヒーを中に進めます。イーグル砲狙ってますね、これを。で、さらに防衛軍、しっかりこれ釣り出して、今処理しようとしてますよね。まあ、この攻め、今回の動画でね、紹介するのが初めてではなくて、この、クイヒーからのペッカボーラーコウモリの攻め方紹介で1回取り上げてますが、まあ、それにしてもね、非常にまあうまいアタックなんで、2回目になりますけど、まあ、参考になるところは多いんじゃないかなって思いますね。特にこのような配置を狙う場合には。まずはクイヒー、クイヒーでしっかりギガテスラじゃないわ、イーグル砲ですね、こいつを落としていく。で、次に今1時方面、あ、12時方面っていうのかな、インフェルノタワーがありましたけども、マルチ、これをしっかりとヘイストバルーンで落としていきましたね。で、さらに2本目のマルチインフェルノタワーに対して、ペッカプラスバスターでこうアプローチをしていきます。マルチだと、ペッカとかね、あとはウォールバスターみたいな体力高い系のユニットが全然ね、いとも簡単に、インフェルノタワーをこう折ってくれますんで、その隙というかね、弱点を突いたアタックですよね。非常にお見事だと思います。で、こうすることによって、この、4つあるね、外周の壁に囲われた区画のところ、もう2つこれで、処理ができちゃってますよね、これ。これとこれで。できちゃってますので、あとは、残ったところを、クイヒーの余力と、あとはコウモリでガーッとこうね、回していって全開という格好になりますね。非常にうまい。やっぱり、前回の動画ではね、K さん、前回をちょっと狙いすぎちゃったところが、取り上げられましたけども、もともとはこういうね、超、凄腕の全開プレイヤーなんで、まあ、なんていうのかな。まあ、そういうところもあってね、どうしてもやっぱ全開を狙いたくなるっていう方がね、カンクラの中には多いのかなと、まあ、いうふうに改めて思うとこですね。まあにしてもうまい。この攻め見せられると、まあちょっと、はーっとね、ため息が漏れちゃうような感じですよね。で、ちょっと今回ね、こういうような配置を相手にする場合に覚えておいてもらいたいポイントっていうのが、どうやってこの壁の中を、潰すかです。壁の中というのは、ここですよね。これ、これ、あとこれ、これ。この壁の中をどう潰すか。これが潰せさえすれば、この配置って意外と脆くって、例えば、ここを潰すんだったら、潰していってから、こっちに行くのか、こっちに行くのか、どっちかに、まあ、ユニットをダーって流していけばいいんですよね。流していって、で、そのまんま、残ったところに対してホグライダーとか、あとは、コウモリを当てていくというパターンで潰せます。まあ、もっといいのは、今、K さんがやってるようにイーグル砲ですよね。こいつを残しちゃうと延々と撃たれ続けるんで、なるべく序盤の入りでこのイーグル砲に、最短距離でアプローチしていく。していきながら、ここ、こういうところっていうのを、何かね、別動隊で壊すようなプランを考えていくっていうのが一番スムーズですね。で、それができちゃえば、あとは、どこにどう流れても、こっからユニットがこう流れようと、まあ、こう流れようと、そんなに問題はない。で、一個注意しないといけないのが、下手に、このギガテスラだったり、真ん中にあるタウンホール、こいつを、
狙わないことです。っていうのはこれ狙っちゃうと中心例えばこう張りたくなりますよね。そうするとここをカットしなきゃいけないわけじゃないですか。ここをあとここのカットも必要。すごいユニットのコースを使いますよね。で使った上にここもここも処理しようと思ったらもうそれだけでユニットがいっぱい出しちゃうので、一番最後にねもうこのタウンホールは壊すぐらいに考えておいた方が、まあ、いいかもしれないですね。ないしはどうなんのかな、まあ、クイヒーとかを使うんだったら、まあ、クイヒーだけをねジャンプで中に入れるとか、まあ、いう風にしてここの中央に大量のユニットを流し込もうとすると大抵失敗するので、それはね多分あんまやんない方がいいんじゃないかなっていう風に思います。こういうあの配置を攻めるにはね。で、これが1本目で、ちょっともう1本ね、見ていきたいという風に思うんですが、もう1本はジャイアンさんが攻めてくれたアタックですね。ジャイアンさんこれタウンホール12です。まあ完走まではいってませんが結構まあ施設レベルは高いような相手をホグライダーで落としていきますね。で、今回の攻めっていうのは、ライトニングドラゴンでこの、2時と十字角っていうのをこう潰していきながら、こうとこですよね、中央にバスターを突っ込ませていくと、まあ、いうようなプランになってますね。こうすることによって今バスターが破壊してくれましたけども、このインフェノタワーこいつを破壊して無力化します。こうやって壁の中をやっぱりねいかに無力化することが大事なので、まあ、それが1個できてますね。さらに、イーグル砲をアーチャークイーンが処理しながらユニット全体が、左側にこう流れていく格好ができてますよね。まあ、さっきの K さんと同じような格好ですね。結局ここを処理してユニットをこう流すようなイメージですね。こういうイメージが出来上がっているので、全体が、反時計回りに動き始めているのが分かると思います。でここで、防衛軍釣り出してなかったんで、道すがら処理と。で、ある程度ね、ユニットが、処理できて、来たところで、ホグライダーをダーッとこう出していきます。もしかしたらね今回回す方向が反対だったかもしれないですね。アーチャークイーンここに残ってるんで、あのホグライダー本当は、これをこうアーチャークイーン倒してから行きたかったのかもしれないですけどね。まあ、それでも全開まで持っていけるっていうのは今回のようなね外周をぐるっと先に壊して最後ギガテスラ破壊する、まあ、こういうプランニングが生きた証拠なのかなと思いますね。でここでヒーリングと、ヒールの呪文はやっぱりねホグライダーには必須です。で結構終盤ねホグが苦しくなってきちゃうんですよね。あのおそらくやっぱりこれ陸部隊最初の、クイーンとか、バーバリアンキングたちが、今相手のアーシャークイーンがいるこの深くのところこっち側にこうね流れてこなかったがためにだいぶ、ホグライダーを早くね出さざるを得なくなっちゃったんじゃないかなって思います。まあ、それでもこうね外周を全部壊し終わってから最後中心のギガテスラまで破壊できて、でちょっとねあの最後テスラが1本残っちゃったんですけども、まあここに関してはあのしっかり残ったヒーローとペッカ部隊でこう処理がねできていって、このまま全開という格好になりますね。はい、お見事です。で、ですね、もう一回話をまとめますと、まあ、こういうような配置を相手にする場合っていうのは、まず、これをね、序盤に潰そうと思って、ユニットを中心に流し込もうとしすぎると失敗します。まあ、クイーンとかね、ある特定のユニットだけを入れるなんていう手はあると思うんですけどね。あとは、そのロックボマーとかを取っておいて、一番最後にここに当てるとか、言って、星2を確実に取るっていう方法もあると思うんですが、全ユニットを流し込もうとするのはおそらく失敗する元になるんでやめた方がいいかなと思います。で、怖いのはイーグル砲、こいつをなるべく早いタイミングでこうね処理できるようなアプローチっていうのを考えていくのが必要で、それをやりながら並行してこのね4つある壁の中、ここっていうのをどう壊すかを考えていく必要があります。今回のジャイアンさんで言えば、12時方向からねこの4つの角これを壊すんですけども、ジャイアンさんはここからウォールバスターをねこうガーッと入れていってインフェノタワー壊しましたよね。あと先ほどの1本目の攻め、まあ、ケイさんはここからヘイストを打ってバルーンをダーッと当てていく。でこっちの IT3 時方面に関しては今のジャイアンさんと同じようにウォールバスターを当てていくと。
というような格好で、この壁の中のね主要施設っていうのを壊していく、このアイデアっていうのがどうしても必要になります。で、それができて、あとは防衛軍なり相手のヒーロー、あとはイーグル砲なんていうねところを壊せたら、コウモリを回すなり、ホグラーダを回すなりして残った施設を回収していくと。で、最後ギガテスラを落としていく、まあ、そんなプランでね攻めていくと、まあ、そんなに怪我なくね、前回まで持っていけるのかなというふうに思いますので、まあ、ぜひぜひ、こういうアタックね参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。